ニール・マーティン・アンドリュー・ウォーカーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の、元プロ野球選手。宇藤良だ。愛称は、ウォーキー。父親のトム・ウォーカーは1972年から1977年まで、メジャーリーグでプレーした投手であり、トムと同時期に投手としてプレーしていたチップラングはおじに、当たる。また、ドン・ケリーとは、義兄弟である。 ピッツバーグパイレーツでの現役時代2004年の MLB ドラフト一巡目でピッツバーグパイレーツから指名され195万ドルの契約金でプロ入り当時のポジションは保守だった2007年は AA 級アルトゥーナカーブで開幕を迎えるとともに保守から三塁手に転向した2009年はトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスで95試合に出場し 打率264、14本塁打69打点の成績を残し9月1日にメジャーに昇格した。同日のシンシナティレッズ戦で代打でメジャーデビュー。この年は17試合に出場し打率194、出塁率275に止まった。9試合に守備につき残りは代打出場だった。2010年は トリプル A 級インディアナポリスで43試合に出場し、打率、321、6本塁打、26打点を記録し、メジャー昇格した際に出場機会を得られるように、1塁手、2塁手、左翼手での経験を積んだ。5月25日に昇格すると、まず3塁手として起用されたが、2塁手の岩村、秋ノが不振に陥ると、代わって2塁を守るようになり、 以後は二類種に、コンバートされた。110試合の出場で打率、296、12本塁打、66打点、出塁率、349記録した。新人選手としては、堂々の成績を残したが、ナショナルリーグの新人王投票では5位体に終わった。2011年5月20日のデトロイトタイガース戦で、PNC パークにて、 自己最高の1試合5打点を記録した。最終的にこのシーズンは、自己最多の159試合に出場した。打率、273、12本塁打、83打点、出塁率、334を記録した。二塁手としての守備では、守備試合数、視察数、閉札打参加で、リーグ1位だったが、DRS はマイナス3と平均を下回った。 2012年は129試合に出場し、打率。280、14本塁打、69打点、出塁率。342を記録した。2013年は133試合に出場し、打率。251、16本塁打、53打点、出塁率。339を記録した。2014年1月17日に、 パイレーツと575万ドルの単年契約に合意した。9月14日、シカゴカブス戦の4回表に、マットシーザーの3類頃の際に2類種として、三重札に参加した。137試合に出場し、打率、271、キャリア杯となる23本類打、76打点、出塁率、342を受賞した。 自身初となる、シルバースラッガー賞を二類種部門で受賞した。2015年5月9日、セントルイスカージナルス戦の2回表、ヤディアーモリーナの二類ライナーの際に、自身二度目の三重札に参加した。なお、二類種三類種二類種と当たった、三重札としては、史上初の出来事であった。151試合に出場し、打率。269、16本塁打。 71打点、出塁率、328を記録した。ニューヨークメッツでの現役時代2015年12月9日に、ジョンニストのトレードで、ニューヨークメッツへ移籍した。2016年は113試合に出場して打率、282、23本塁打、55打点、出塁率、347を記録した。 球団は1年1720万ドルの9を提示し、11月14日に、これを受け入れた。2017年はメッツで73試合に出場し、打率26、264、1本塁打、36打点、出塁率、339を記録した。2017年8月12日に後日、発表選手とのトレードで、金銭と共に、 ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズでは38試合に出場し、打率。267、4本塁打、13打点、出塁率。409を記録し、シーズン全体では111試合に出場で打率。265、14本塁打、49打点、出塁率。362を記録した。オフの11月2日に FA となった。 2018年3月12日にニューヨークヤンキースと400万ドルの単年契約を結んだ。ヤンキースではマイナー以来となる外野手として出場し、ユーティリティンフィールダーではなく、ユーティリティープレイヤーとしての片鱗を見せた。113試合に出場して打率、219、11本塁打、46打点、出塁率309を記録した。 オフの10月29日に FA となった。マイアミマーリンズでの現役時代2019年1月29日にマイアミマーリンズと1年200万ドルの契約を結んだ。115試合に出場し、打率261、8本塁打、38打点、出塁率344を記録し、10年続いていた2桁本塁打が、 このシーズンで途切れたオフの10月31日に FA となった。2020年1月22日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、同日に参加のトリプル a 級リーハイバレーアイアンピッグスへ配属された。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。9月11日に DF となり、13日にマイナー契約となったが、 翌14日に自由契約となった。このシーズンはわずか18試合の出場に止まり、打率231、3打点、出塁率244を記録した。2021年4月20日に自身のツイッターにて現役引退を発表した。ウォーカーは正式に引退したよ。メジャーリーガーになるという子供の頃からの夢を実現するために、 私を助けてくれたみんなに感謝している。私は、毎日愛し、大切にしたよ。ピッツバーグ、ニューヨークのメッツヤンキース、ミルゴーキー、マヤミ、フィラデルフィアのすべてのチーム、その街、そしてファンへの愛以外の何者でもないとコメントした。打撃はパワーよりもコンタクト技術に長けており、二塁打の多い中距離ヒッターである。打率は、 例年2割7から8分を残すなどシーズンによって大きな波はない。一方でフルシーズン出場をすると1 0 3三審を超える場合もある。また支給は40個台がほとんどで打率に対して出塁率はあまり高くない。守備面ではもともと保守三類種だったため二類種としては強権である。レギュラー定着後7年で一度も二桁失策を記録しておらず。 守備派にも申し分なく、剣手ではあるが、例年、DRS は、マイナス値を示している。パイレーツの地元、ピッツバーグ出身ということもあって、パイレーツ時代はファンからの人気が高かった。生まれ故郷の球団に所属する選手が少ないこともあり、2010年の時点で、ウォーカーはシーズン中に、実家で親と同居している、たった二人のメジャーリーガーのうちの一人であった。 しかし、2011年に、母親の強い要望を受けて、ついに一人暮らしを始めた。ありがとうございます。